はい、今ねどこにいるかっていうと、佐賀県の県庁所在地佐賀市にいます。人口でいうと23万人ほどの、都市ですね、そして今、佐賀市の駅の、近くにいます。駅南口南ですね。駅がもうすぐそこなんですけどね。今ロータリーのところが、工事しているということであります。今日は何日かっていうと令和4年西暦2022年の5月の、26日ですね、木曜日。時間でいうと、10時20分ぐらいですね。ありがとうございます。で今からこの駅の周辺ということで、ちょっとドライブしていきます。今日はね天気が悪いかなと思ったんだけどね、天気悪いかと思ったんだけど割とあの雨がとりあえず降ってないですね。雨がずっと降るかなと思ったんだけどね、大丈夫でした。でかつてこの、佐賀市というのはあの江戸時代ですね、佐賀藩、35万石ですね、当時は龍造寺が、治めていたんですけど、途中、いろいろな、ね、問題が起こってですね、家臣であった、鍋島氏が、幕末まで、ね、大名を務めたわけです。その35万石ってすごい大きいなって感じがするんだけど、でこれから今から行こうと思ってるところがあれです、佐賀のお城ですね。なんでその佐賀城、佐賀藩の、お城にちょっと今から行きます。その前にまあこうこの辺りをね散策しますけどね、はい、ということになります。もうこれ駅の周辺です。こっち側行くともうすぐもう住宅街広がるんだなって感じがしました。草場公園0時から5時だから大丈夫か。戻っちゃいます。佐賀市は一応福岡市から60キロぐらい、まあ今回初めてね訪れますけど60キロほどです。あれはホテルかな、前にラベンダーっていうなんか喫茶店かな、なかなかいい感じですね。ハローワーク佐賀、佐賀の公共職業安定所です。で佐賀駅さっきのところで佐賀県庁とか 1.4キロ、ですね。佐賀市役所がまっすぐ 200m のところです。でちょっとこれを右に曲がってきます。東神町、東神町前2丁目のあたりにあったりします。これが今駅前の交番西です。佐賀市でホテル泊まってたんですけどね、はい、そこの隣に行って駐車場を止めてって感じでやってたんですけど、で今日は佐賀のお城行ってから前からね交流がある方、知り合いがね、蕎麦屋さんをやってるのでそこに行きます。でこの辺りが結構生命保険会社、あの全国のね野村証券、証券会社もありますね。火災、教育火災とか明治安田生命とかね。で一応佐賀市は県庁所在地ですから県の、機関が、たまってます。でここから 1.8 キロですね、県立の佐賀城本丸ということで。なのでまあ市街地としてはね、まあ、よくあるんですけど駅周辺からちょっと離れたところに繁華街があったりするとかね、まあ、この辺りも繁華街ですけどね、それはまあ江戸時代の名残が残ってたりもするのかなって感じがしますね。金沢の辺りも結構顕著ですよね。東北の東北の都市なんかも同じくです。で有徳バス、バスがありますね。市営バスなのか、市営バスもこれは有徳バス。ここはまあ個人のね飲食店以外は結構あってですね、もう夜になると結構閉まるところが多いです。なのでこの辺夜行くとねそんなにやってないかったですよね。7時ぐらいとかね、薬局とか昔ながら肉屋さんとかね、昔ながらの商店街って感じかな、この通りがね。で今いるのは東神2丁目、
2丁目です。この辺りちょちょっとこう左とか入っていくといろんな店があったりするんですよね。で、前方がですね、左側があの一応モールになってます。白山名商店街。左側が白山の、名商店街ということで、ここは Wi-Fi がね、ここの商店街が使えるんですよ。でここのところが、まあ、アーケードになっててね、モールになってるんで雨の日とかでもね、出ます。でこの周辺に駐車場がありということで、割と安いですね。ビアガーデンがその右側ね、屋上であるアルファ318。この辺いいですね。これからの時期はビアガーデンがね、ビールが屋外でちょっと美味しく飲める時期ですから、今年はなんか猛暑っていう風にね言われてますけどね。この周辺結構ね、今こう左とか右入ってると、もうちょっと右が入れないんだけど、結構小道になっててお店が結構あったりします。この辺り結構やっぱ昔のね、お城の割と周辺なんですけど、名残がなんか残ってるなって感じします。でこれがエスプラッツのところですね。商業施設です。エスプラッツ、で左が白山の名商店がアーケードですね。出てくるとね、やっぱちょっと住宅街なのでね、ちょっとそれ入れてます。まあマンションなんかも結構高層のマンションがね、建ってますよね。3手溝上っていうのかな、病佐賀は本当初めて来たんですけど、まあこれで47都道府県ね、すべての県に行ったことになります。まあ全国制覇ですね。佐賀の面積自体やっぱ小さいし、人口もやっぱその面積が小さいのもあってね、多くはないですね。100万人切ってる状態ですけど、佐賀市がまあ23万人か、福井県なんかも結構人口少ないじゃないですか。で例えば島根、鳥取なんかも少なかったりとか、四国だと徳島とか高知ももう100万人切ってる状態なんでね、まあ、少子高齢化も進んでるんであれですけどね。ただまあ江戸時代は佐賀藩の城下町として35万石ですから、かなり大きな藩大半ですね、の城下町だったので、ところどころやっぱ風情があるなって感じがしますね、その意味でね。雨がちょっと降ってきたかな、結構長いですね、この信号は。信号が長いです。
この辺りディーラーがありますね。トヨタと日産のディーラー。ラーメンがあるじゃん。ドラゴンラーメン390円ってめちゃめちゃ安いけど。ドラゴンラーメン、まだね、九州来てからラーメン食べてないんですよ。でちょっとラーメンも食べたいと思ってるけど、今日昼はね行くとこ決まって、朝も結構がっつり行ったんであれですけど、またちょっと夕方なんか食べようかな。これでお宝滞在って書いてお宝って読むんですね。地名が横浜屋系のラーメンかな。龍馬屋三重県も進出してるのかな。結構有名ですね。手延びうどんか人力屋、結構高価なってるんですよ。佐賀も結構うどんがあるんですよ。ジョイフルリンガーハットも、でドラッグストア森っていうのがあって、結構この辺り佐賀に来てからドラッグストア森が結構多いなと思いました。で、ここからまた駅の方ちょっと戻ってきます。駅の周辺に、ビジネスホテルで泊まってるんですけどね。これが今佐賀駅の方に行ってます。でこれが市役所の南側ですね。市役所の南側、こっちが右側が市役所の方です。雨がちょっと降ってきた。ドラッグストア森はこっちだ。でこのレンタカー会社ね、この周辺ね、これが左がニコニコレンタカーです。あとこの不動産屋が行こうとして、でこれが駅前工事今からね、反対側の方行きます。こっちの南の方が栄えてる、南口の方が栄えてるから、ね、向こう側の反対側、北の方からちょっと見ようと思います。三井住友銀行ありますね、 SMBC で、またちょっと駅の方面ですね。この辺り周辺も結構ね、居酒屋があるんですよ。昨日はホテルの横にある居酒屋でちょっと日本商品屋でね、飲みました。
昨晩はこっちの方来なかったんですけどね。まあ結構時間かかる。まあ店は結構ありますね、この辺り。これ左まっすぐちょっと入りづらいところになってます。でもやっぱ結構住宅街か、左側ね、こっち行くと結構店がある。これが反対側の方ですね。コンフォートホテルがこっちにありますね。これが一応駅前の通り、ラーメン屋、まあ店はあるけど、まあ結構でもこっちがもうやっぱりマンションとか建てますね、いっぱいね。で、トヨタレンタカー、日産レンタカーがあるので、まあレンタカーが双方の道になりますけど、トヨタレンタカー、日産レンタカーだったらこっち側の口が北口なのかな。店としてはやっぱり南口のがあるな。まあでもそれなりにあれにあるけど、もう結構住宅街、左側入ってくとね、